バスケトークラジオ、はい、第120回目バスケトークラジオ始めさせていただきたいと思います。本日もお送りするのは岸とどうもです。こんばんは。こんばんは。トモさん、お疲れさんです。お疲れ様です。今日はトモさん、はい、お仕事中にわざわざ来ていただいて、ええ、もう終わりましたから大丈夫です。ちょっと早い時間でね、はいはい、いつもは収録ね、バスケットオフラジオ大体21時からスタートしてるんですけれども、今日はなんと、今現在時刻5時45分でございます。はい、早いね今日は。ありがとうございます。そしてなんで早いか、はい、これをちょっとリスナーさんの皆さんに説明したいと思うんですけれども、はいはいはい、今日はね、なんとゲスト来ていただいております、石原雅也さん。ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一度ゲストで出ていただいたことあるんですよね、はい、電話とかね、電話で、そう、はい、広島インターハイの時に、はいはい、浜田選手どうなってるんですかみたいな特別にちょっとここ電話させていただいてね、はいはい、ご協力いただいたことがあります。育英高校の、アシスタントコーチを今務められております、はい、石原雅也さんゲストにお迎えして、でもう一方、育英高校バスケットボール部総監督布波コーチ来ていただいております。こんばんは。うわ、布波先生、お世話になってます。はい、勝ちましたね、ウィンター予選。はい、ありがとうございます、いい T シャツも着ておられるおかげでしょうか。そうですね、胸にバスケトークラジオって書いてる T シャツを、はい、これちょっとプレミアムなんですよ、本当に。そうですね、限定の T シャツでなかなかないんですけども、ウィンターカップの時も、このフラッグが掲げられてましたので。そうなんです、会場にね、はい、バスケトークラジオのね、はい、フラッグが、ね、これを T シャツいただくとすごくありがとうございます。光栄です、はい、やっぱりあの吉本入り先生と、はい、田中先生、報徳の田中先生にもね、そう来ていただきたいなと思って、ちゃんと残してはいるんですけど、石原アシスタントコーチすいません、はい、あの石原コーチはちょっとサイズがあの大きすぎまして、 5XL やったら入りますよぐらいなんでちょっとね、ご用意今回はすいません一応枚数はあるんですけど、ええ、石原アシスタントコーチの分はちょっとね大きすぎてね、パッツンパッツンでもいいですけど、クセルでもパッツンパッツンであればね、トモさんね、いくつでもね、はい、まあまあちょっとじゃあチャレンジ、そうですね、 2S なんかもね来ていただいて、怒ったら破れるっていうバスケートークーみたいな伸びてなりますけど大丈夫ですかね。トモさん、はい、今日お二方紹介したんですけど、うんうん、今日影のアシスタントコーチも実はいらっしゃいまして、はい、総監督、はい、総監督ですね、石原雅也さんを監督する方を呼んでございます。紹介させていただいてよろしいでしょうか、はい、本名はちょっとなさない方がいいですね、うんうん、徳さんとしておきましょうか、はいはい、今日は徳さんも来られております、はい、石原アシスタントコーチを監督する監督の監督でございます、はい、徳さんよろしくお願いします。こんばんは。多分50オーバーの方だったら、あの元ヤングスポーツにおった色の黒いお姉ちゃんって言ったら大体わかるかなっていう、はい、ヤングね、ヤングスポーツの、ね、あの今あのね、あのパーハースとかボーラーズ分かれてますけど、あのさ、あの元町っていうか三度目やったヤングスポーツにおった色の黒いお姉ちゃんって言ったら、50オーバー限定ですけど有名人でございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。徳さんはね、はい、無理くり、うん、もう出たくないと言ってはるところ、無理くり私引っ張って、はい、来させていただきました、はい、徳さんね、はい、なんと我々前回バスケットオクラジオで話した、はい、あの B リーグの始まりを知ってる方なんでございます。生き証人ですか。生き証人でございます。でさっきもね、ちょっとあのオフレコでしたけれども、はい、チケット、初日来た人だけがもらえるあのプレミアムカードみたいな、はいはい、番号も書いてある、うん、あれ見せてもらって、僕もうたくさんの嫉妬をしてるところで、嫉妬してるんですね。嫉妬してるよ、あれ行きたかったわ、行ったけど東京やしさ、そうですね、さちょっと余裕ないところは行かれへんよ、まさかこんなに近くに、こんな近くに思えなかったわほんまにびっくりしましたでございます。でね、トモさん今日はね、はい、ほら今バスケの話題としては、はい、国体どうなったのとか、はいはいはい、まあ、B リーグ開幕してから2戦目3戦目4戦目迎えてるところなんでございますが、うん、今日は
そういう話ではございません。水田さんごめんなさい、逆に、ね、期待のとこを裏切ってごめんなさい、はいはい、裏切りますよ。今日はねやっぱりローカルの話でいきましょう、はい、いきます。バスケートークラジオ、はい、西日本でもこのインターネットラジオをしてるところはうち一局でございます、はい、せっかくですから兵庫県のバスケの話をしながら、はい、ちょっと国体につなげたりね、西日本頑張ってるんですよ最近、はいはいはい、その辺を野並コーチなんか結構詳しいとこあるんで、はい、その辺ほじくりつつまた自由に話していただこうかな、はい、こんな感じでお願いしたいと思いますけど、はい、でねさっきトモさん、はいはい、自由な話でいきましょうっていう話しましたけど、はいはい、早速ですけれども、はいはい、バスケの話も山々これから出てくると思います。ただね今日我々ぬなみ先生それから、石原アシスタントコーチと一緒にゴルフやってました。ゴルフでね、ぬなみ先生の先輩いじりがひどいっていうことがちょっと判明してきまして、マジですか？ことありますね、ほんとひどい。石原修太のコーチ、ぜひここのこの場でぜひお願いします。今日ね、はい、僕がアイアンで打とうとしたら、はい、手で打ってんのかと手で打ってんの、いや手は 長いですよ、長いですけど確かに長いですよね、手の角度を変えてなんか7番からアプロひどいんですよ。マザヤさん、マザヤさんバンクショットすごい好きなんですよね、うん、もうバンがいっぱい入れるんですよとりあえずバンクショットしようとするんですよやっぱりアイアンよりも手の方が長かったんですよね。いやでもこれはほんまにそうなんですよ、ほんまにそうなんですよ。トモさんほんまにね、うん、マサヤさんは身長約190センチぐらいあるんですよ、はいはい、手が先輩2メートル2メートル今3で縮んでますね縮んで2メートル3なんですよ。先輩を入れるから縮んでますからね。ななみ先生、はい、ちょっと話を急角度に変えますけど、ウィンターの、兵庫県予選の決勝、はい、内容自体はあんまり納得してないです。あ、そうなんですか。それは石原アシスタントコーチもそうなんですか。納得できないですね。あ、そうなんですか。やっぱりこうただ彼らも高校生で、うん、まあテレビも入ったりとか、うんうん、すごくなんかちょっと異質な環境で、まあ、いくら経験あるとしても、うん、いつもとまた違う状況で、まあ、コートとか変わらない部分はあるんですけど、それ以外がすごいやっぱ状況だと思うんですよね。だからその中でこうやっていくっていう、の難しさが一つは分かった、ただその中でこうあえてまあ、いつも以上にシュート入らなかったです、ね、シュート入らなかったというかそのイージーショットとかそういう部分をかなり落としてました、ね、だから彼らもとてもこう不安だったと思います。でもその中でこう、まあ、その波のないディフェンスを頑張ってやったことは、うんうん、一つ成長したんじゃないかな。なるほど。そのいくら いや、いいバスケをしようとしたと思いますよ。でもフィニッシュがちょっとうまいこといかなかったんでちょっと硬くなってしまったっていうのが あったんですけど。B リーグが、まあ、今年発足しましたよね、はい、でメディアの入り方とかちょっと変わったり取材の要請とかそういうのって例年とちょっと違うようなことってあったりしたんですか。いや、うちはありません。あ、もう例年通り去年と同じような感じで、そうです、ね、今年も、まあ、そのもうちょっとここ入らせてくれとかタイムアウトとかカメラここ入るけど理由してねみたいな事前のこう許可申請みたいな、ないですね、特になく、はい、ですけれどもやっぱりなんていうんですかね、カメラが入ったりとかマイクが入ったりとか、うん、その前の段階でそういう例えばインタビューが来たりとか、うん、そういう盛り上がり方って年に1回しかないんで、うん、それが例えば3年生がずっと、うん、ずっと3年生でいれば、うん、
それがまた今年も来るぞってなるかもしれないんですけど、やっぱりその高校生で3年だったら卒業するんで、フレッシュなんで、やっぱりこう去年も今の3年生が主力として出てたんですけど、やっぱまだその自分が最上級生になってこうそういう経験するっていうのはなかなかこうないことですね。ないことですから、はい、だからまあそういう状況の中で戦い抜いたってことは僕はそう誰が良かったとかではなくて良かったじゃないかな、誰をあげればって言えばいっぱいあります。やっぱり浜田すごかったし、井上だってね、勝負どころでやっぱシュートもあの試合だけじゃなくていっぱい決めてきたわけですから、藤本だってそうですし、そうですよ、ね、山地だってインターハイの時にディフェンスもとんでもないぐらい頑張ったし、あの試合に関してはみんなディフェンス頑張ってたわけですから、まあ、そういう状況であんその内容が悪い中で、ちゃんとこう何ていうんですかね、自分たちでこう相手のいいところを消して、あの中で勝っていく術を見つけたことがすごかったんじゃないかと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、石原アシスタントコーチは納得いかない内容ではあったけれども、まあ、まあ勝利を収めたんですけれども、やっぱりちょっと納得いかないところもあったというお話でしたんです。そうですね、もうちょっと応援して爆発できるかなと思ったんで、あ、なるほど、まあでもその分あの子供たちが頑張ってディフェンスをきちっとやってくれたんで、はい、そこは納得します。あ、なるほど。でもあのやっぱり浜田だった井上っていうのがもうちょっと爆発してくれればっていう、はい、やっぱり思いはね、次の全国っていうのがいるん で、うん、でそこにつなげたいなっていう思いがあった。今後これからの戦略的なところのお話ちょっとお伺いしてもいいですか。はい、はい、それはやっぱりいや今の3年生が、はい、すごいスーパースター揃いの年の次の学年と、はい、と大変なんですよ。でも彼たちがその受け継いで、じゃあ何をすべきかって言ったら、その小島がリバウンドを取りますよ、はい、小島君は今2年生なんですか。2年生ですね、はい、で彼はあのすごいセンターに育っているんですけど、でもいざとなったらやっぱりファールトラブルなったり、はい、でじゃあ来年どうすんねんって言った時にで彼の立ち位置を今一生懸命教えてます。ファールトラブルもなく、はい、いかにリバウンドを取っていかにあのインサイドを守るかっていうのを教えてるんですけどね。だからまああのやっぱりそのね、僕らのアシスタントコーチなんで長い目で見てその来年どうすんねんって言った時のことをもう考えますよね、はい、今年のディックは強い、はい、でも来年はって言った時にじゃあ誰を育てる、みんな育てますよ、はい、そんな波監督が育てますよ、でも僕はやっぱりインサイドの子たちをやっぱりそうやって育って、ね、あの1年生の正気なんて、はい、もうすごいリバウンドになる素質があるんですよ、はい、めちゃくちゃ素質があるんですよ、ちなみに今何番つけてる方なんですか。リスナーさんにぜひ教えてあげてください。23番ですか。23番、ギリギリケツの番号もらってた、15番と23番を大きくして、うん、あの大きい選手はユニフォームのサイズがね、はい、あ、そういう裏事情を聞きたかった。そうなんですか、23番のユニフォーム大きいんですか。大きいですね、大きい選手がつけるようにしています。へ、はい、なるほど。でウィンター予選の時に23番を着てた選手。そうですね、190センチあるんですけど、もう何でもできますよ。何やったらポイントガードもできるぐらいの能力あるんですけど、でも来年のチームっていうのは彼がスーパーリバウンダーになってリバウンド取ってボールを運んでスリーポイント持つみたいなチームでしょうね。やっぱり速攻でインサイドの人間がリバウンド取る、そのまま1枚破るだけでアウトナンバーできますからね。それが一番早いそのファストブレイクのこうパターンかもしれないですよね。
これからそういうところ注目されるところかもしれないです。ちょっと話遅れましたけれども、今お話しいただいているアシスタントコーチの石原コーチなんですけれども、石原コーチは、NKK、はい、日本交換、日本交換にいらっしゃって、元日本代表候補でいらっしゃった方なんですね。で、身長は189センチか、まあ、188です。188センチ。はい、でさっきもちょっとゴルフの話が出てきましたけど、はい、手が長いんですよ、すっごいウィングスパン、ウィングスパンものすごい長いんですよ。でそれを武器に外国あまたたる外国人選手相手に当時ご活躍され、そして今イクイコクバスケットボール部の、主にどうなんですか役割分担されてて、センター陣を石原アシスタントコーチが教えて、まあ、あの練習行ける時はセンターを教えながらも、まあ、みんなをこうまあまあ、あのアシスタントコーチはアドバイザーですよね。アドバイザー、僕は教師じゃないんで、教育的指導もしないし、単純にバスケットを教えて、あの子供たちのいいところを見つけて伸ばそうという努力はしてますけどね。他方、沼見先生は、はい、日本体育大学出られて、はい、育英高校指導されて、育英高校の教員であられるんですか？そうです。あ、はい、そして、石原スタンドコーチとは先輩後輩の関係にあられるわけですよね。はい、まあ、私も育英高校出身なんで、もちろん大先輩石原アシスタントコーチ知ってるんですけど、年の差ってどれぐらいあるんですか？昭和37年、今年54です。すいません、いろいろ失礼な突っ込んだ話をお伺いしますけど、はい、個人情報ですけど、はい、昭和58年生まれの33歳なので、はい、秋が21歳になりますね。21歳ですね、はい、その息子って言われてもおかしくないんですよ。いや、そうですよね。まさやさん21歳の子供かもしれないという年、ジェネレーションギャップを抱えてて、すいません。いえいえ、どうぞ僕が、学生の時のアシスタントコーチで、はい、僕たちの指導していただいて、じゃあ沼見先生教え子なんだ。僕だけでは、僕も当然僕もそうですけれども、はい、まあ、今年、まあ、惜しくも引退しましたけれども、東芝で活躍した、あの大西貴教、はい、選手もそうです、僕と同期で言えばそうですね、大西貴教選手もその方もセンターやし、はい、石原アシスタントコーチに教えてもらってる。そうです。そこはもうまさにすごく密に教えてもらってたんで、まあ、もうなんならその時の石原先輩といえば、はい、先輩、石原アシスタントコーチといえば、はい、あの自分も練習に参加して、はい、なんか大西の鼻を折るんは俺しかおらへんみたいな感じで、なるほど、まあ、やられたんで、衝撃的やったんですね。ジャングルドリルやってましたね。ジャングルドリルやってたんですか？あの熊谷正人とか、大西貴教とか、熊谷直とかも弱くて、ジャングルドリルってもろに出ますよね。そう、ジャングルドリルっていうのは、なんで名付けられたか分かんないんですけれども、ジャングルじゃない、だってゴール下はジャングルでしょ。あのゴール下はジャングルですよ。はい、どうぞどうぞ。説明しないと絶対。あ、そう、でもリスナーさんのためにね、こうジャングルドリルなんたるやをちょっと沼見コーチぜひちょっと説明してみてください。自分で切り開かないと終わらないっていう、うん、茨の道をね。僕はジャングルドリルって言われてやったんで、よく僕自身もそういう認識を持ってやったんですよ。ああ、なるほどなるほど。森の中で獣もいる中で、はい、自分自身一人で生きていけと、はい、結果残していけという練習なんですよ。要は3人ペイント内で、石原さんがシュートを打って、はい、で3人がリバウンド取り合って、はい、で2本決めるまで、はい、自分はその森から出れない、出れないっていうことですよね。ジャングルから出れないっていうことですよね。と、はい、いうことなんで、うん、例えばそのなんていうんですか、こうまあ一歩間違えれば195とか190の中に僕みたいな170ちょろの選手が入ってですね、でもうボッコボコにされるわけです。ジャングルですよね。もうジャングルですから、ルールないですから、はい、その
なんていうんですかね、ファールもしていいんです、まあ、決めればいいんです、相撲みたいになってましたもんね。そうなんですよ、でそのシュート決めても、そのシュート入ったのを取ってもう一回決めてもいいんです。あ、なるほどね、そんなんはその5対5のルールではないんですけど、要はそのボールへの執着心を何して持たす、そしてその弱ければ抜けれない、その社会の厳しさも教えられるわけですよ社会ね、笑顔でそのもうちょっと僕しんどい顔したら抜けれるかな、ちょっとはぁはぁ言って、ちょっとなんかちょっと危ない感じで行こうかなと思ってても、なんかもう頑張れよみたいな。わかる、すごくそこの厳しいですよね。あの石原アシスタントコーチ、ね、もうちょっとここで正さんと言い返させてもらっていいですか ね石原アシスタントコーチでもありながら、私 の、まあ、あのすごく可愛がっていただいている先輩でもあるので、はい、これ正さんと言い返させてもらいますけど、あの正さんの優しい声がけ、笑顔がちょっと怖い時ありますよ。この厳しさにマッチしないっていう時なかったですか、ぶっちゃけ。ありました。この、はい、このえげつないしんどさで、はい、あのマサイさんの今からだよっつって、え、今からですかっつってね、そういうこう優しさと厳しさのギャップみたいな、ちょっとたまにゾッとするのもありますよね。いや、僕はありましたね。僕は選手の時なんかは、そう、これをやったら、例えばですね、あれ3面でしたっけ、5面でしたっけ、3面ですね、はい、3面で3人なんで、はい、5面はちょっと僕タフやと思うんです、やってることが、3人しかいないんで、走る距離も長い、すぐ自分のところにやってくる、はい、その中で、麻也さんが笛持って、はい、ボールが落ちたら、はい、リピートって言ってやり直しっていうことですね。それは普通はね、はい、常識的にはシュートが入らなければリピートは聞いたことありますけど、当然それもそうです。入ったのにそれがリム通過して下にフロアに落ちたら、そういうやり直し、当然そうです。ドリブルもです。え、ドリブルの、ドリブルも通常です。落ちてる床に、ドリブルって床に、ドリブルなし、ドリブルもしたらダメなんですか。はい、だからその遅れたらちょっとパスが早いんですよ。困ったことになりますよね。パスで、バウンドパスはダメです。ダメです。うわぁ、床に落としたらリピート。じゃあそのさあ行きますよって言ってドリブルついたらもうそこでリピートです。うわ、そんな聞いたことないですよじゃあそんな文化ないですよ、僕らのバスケット文化。お上品だね、上品だもん、僕たちそんなことしたことないね。えぐいね。はい、どうぞ。まあ、ルールはそういうことです、はい、ルールは、はい、そこからあのほら、あの僕であれば、はい、だからなんで走らへんねんとか、ちょっと練習止めて怒ってしまう場合もあるんです、ないです。その落ちてしまったら、はい、ピッて黙って笛だけ吹くみたいにピッつって笑顔でリピート。これむちゃくちゃ怖いです。無言のね、無言のピッ、止めてもうた方がいいです。だってそのわかりますか、そのわかる、その怖さわかる。まさやさん、僕も無理です。ピッリピート。みんなそういう責任があるんで、ほら落としたからやって、その分休めるからっていう、そのみんなもこう、あそうじゃないですか、動くわけね、はい、その全員がやり直しじゃない、全員がやり直しじゃないです。そのやってる子、やってる子らが責任になるんで、その要はあの落とせや、ね、その落とせではないですけどもそのみんながで頑張ってくださいよっていう、その自分の足で僕は手助けできませんよっていうのをこう笑顔で笛吹かれると、もう矢印が自分にしか向かないじゃないですか。そうやな、怒られたら何クソとかこうやったるわいっていう時間もあるかもしれませんし、なんかまた怒られたらええわで終わる可能性もありますよ。終わらないですよ。自分ができないと終わらないって結構辛いと思います。なるほど、ね、力、さっきの話じゃないですけどね、トコさん、はい、
そのまあちょっとやっぱバテてくると思いますね、はいはい、やってるうちに、はいはい、あまたやってもうたまたやってもうたって言ったら、うん、もう3回目4回目でバテてくるじゃないですか、うん、バテてくるんだけれどもノーバウンズパス、うん、ノードリブル、はい、っていうことはランナーで一線走る人は、はい、多分全速は維持しないと、うん、ボール落としたり短いパスとか投げられたらドリブルつかなあかんようになるからきっちりノードリブルのワンツーレイアップ持っていこうと思うとやっぱりスピード落とせないっていうことになります、ね、パスの回数は何回でもいいわけパスはいいんですか違うんですあのそこはねあの3面でも5面でも、はい、あの3人5人のコミュニケーションなんですよ、はい、ちゃんとしたあのスピードで、はい、ちゃんと回してれば、はい綺麗な3面5面になるほど、そこはそれを、はい、あの俺がって言って走って前に走ったやつにパス出すとリバウンドがね、うん、とんでもないパスになるんでいやそこは強調なんですよやっぱり団体スポーツなんで、でそこを育てるためにやったんですけどね、はい、たまにおるんですよ、はい、なんか俺が言って、はい、バーン前走って、はい、そんなそこにパスするのに、はいバンズパスが立ちませんみたいなねやつがいやそうじゃないでしょとでそこは丁寧にちゃんと出した方が確率は高いですよっていうのを教えたくてそういう風にやってましたなるほどスピード最重要視ではないっていうことで最後はスピードなんですけどスピードを出すためにはこういう風な、はいまあ、協調性まあ確かその僕が考えたのは遅れてたらドリブルできないんで、はいあのバスケットの2歩ってめっちゃゆっくりなんですよそうだうまそうやなうまそうやなこうそのループパスとかね、やっぱそういうのはちょっと空間を利用したようなパスを掘ったり掘ったり、それはねあの大阪修業大学のルールで、で僕の大先輩岡山さん、はい、大先輩なんですよね、はい、でファイメンでもルールは一緒なんですよでも岡山さんが走るとやっぱりちょっとあそしたら周りが合わせるんですよ最後もう岡山さんに対してガードが待って真ん中で持ってループパスを出すんですよ岡山さんに、はい、岡山さんがゆっくり持ってパッ OK ですよねそうですよねで最後のフィニッシャーが岡山さんなのか他のアザーガードの小さい人が持ってアタック行くのかってもう意味が違いますからそうですだからボールを落とさないでファウメンしなさいっていうルールなんで岡山さんという方を説明された方がいいんじゃないですか岡山さん説明する理由なんかないんだよバスケットクラジオのリスナーマニアなんだよみんなあそう岡山さんはほんま知らんかなリスナーさんいややっぱ高校生とか中学生はあ僕は知らないと思います唯一、はい、あのバスケットプレーヤーで自分の身長を低く偽った人ちなみにその身長はいくつやったんですかいや多分ねあのみんなあの身長計って知ってますよねはい多分あれ入らないです昔は2メーターまでだったそうですねで僕ら2メーター10まであったんですけど、はい、で岡山さん2メーター20運センチになった時に、何があるんですか岡山さん20何センチもあるいや実はね、はい、あの最後ね2メーター35までいったはずなんですよでも本人は2メーター27やって言い張ってその差はよく分かる29でもいいですからねその本当に近くに近くに近くに近いつもあの隅金に入ってからもうちの島田三郎監督が、大阪商業大学の監督さんですね、はい、監督が、はいチビ当時はチビあだ名があだ名がチビ大きいのにチビとなんでやって言ったらあの、はい、当時あの松下電機に、はい、あの加工が東を卒業されて同志社行って松下行った沼田さんっていうジャンボさんっていう、はい、ジャンボさんが 2m6 だったんですねはい、はい、ジャンボさんやから元ジャンボやからそうですね言えないですよねなんかビッグジャンボおかしいやん、はい、チビっていう技なんだ。岡山さん、チビって。チビさんは、なあのね身長測れって壁に持たれって持たれたら、はい、あ縮めるんですね。あ、かもかもチビ。2m27。
縮めてでパッと伸びた時にパッと多分 2m35 ぐらいなんですよ。いや正直バスケットプレーヤーっていうのは背伸びしてるのもね自分の身長をちょっとでもね、はい、大きく見せたい。そうですね。あの NBA にもドラフトされてるんです。100何位かでその当時なんだ、はい、だから初めての。いやでもね、あの言います、あのこの場を借りて初めて NBA にドラフトされたのは、はい、あの育英高校の大先輩の千草信夫。え、ドラフトされてるんですか。いや、ドラフトまで、あの当時あのポートランドブレイザース の、はい、あのインマンさんっていうコーチが、のバスケットのコーチ来てて、千草さんのプレーを見て、はい、ポートランドブレイザース来いっていう。もうすごいし、もうあの身長僕と一緒、188cm、はい、すごいシューターで、はい、でポートランドブレイザース来いとまで言われた。今でご年齢が65、67歳ぐらいですよね。そんな歴史あったんですか。まあ、千草さんがいて、はい、でその初めてそのあの育英高校から育英あの大正大行って、はい、で住友福音所行かれて、はい、でその3年の1年生が藤本さんが、はい、あの日本高校に入って、はい、みんな大正大ですよ。あの人でみんなオリンピック行ってるんですけどね。でオリンピック行ってるっていうことはアジア勝ち抜いたってことですか。そうですね。であのすごいですね。だから岡山さんもすごいんですけど、まあ、そういう意味でやっぱりそのあの世界をびっくりさせたプレイヤーっていうのは僕はあの、まあ、手前味噌ですけどやっぱり千草さん。まあ、マサさんは育英卒業された後も関わりはあったんですけど、本格的コーチみたいな関わりを持ち出したのは、うん、平成7年です。平成7年、結構前じゃないですか。だから友が3年生きっと僕が3年生です。あ、そっからなんですか。友が3年生の時から8年あのもう育英のもう上昇時代の時にやらせていただいて、でちょっと間を置いて、でまた4年前から復活しまして、復活したのもね、あのね、あのあなたのせいですよ。え、僕なんですか。そうですよ。え、どうしてですか。なんかあなたがもうなんかね、ちょっと手引くみたいなことを言い出して、いやいやいや、僕のポジションとマサイさんのポジションは行く高校バスケ部の中では全然異質のもんですからね。私はバスを運転してハンドルを握る役割でしたから、マサイさんは絶対ハンドル握りませんから、もう全然違いますからね。これはでは、マサイさん来ていただいてからインサイドが育って、はあ、なるほど、いいインサイドプレーヤーが出て。でもトモさん、ほんならマサイさんに直接ご指導いただいた経験もあるということ、はいはい、今この時をまたいで、はい、マイクをまたぎ、はい、どんな感じなのこれ。すごいことやね。僕はちっちゃいんで、うん、そのポジション的にも違うんで、うん、またその教えていただく質は違うと思うんですけどね。なるほど。でも一緒にね、はい、コートで練習してましたよね。アップダウンも、はい、まだ一番若き。やっぱりあの当時もトモさんの時代全国ベスト8入ってますよね、はい、そうですね。センターでかかったでしょ。そうですね、僕らの3年生の時の1年生に、はい、樋口くんっていう子が入ってきましてね、スーパーリーガーになりましたね、はい、三菱行ったかな、はい、その子の指導と、あとは2年1個下の2年生には190代の子が何人かいたので、何人かいましたね、はい、でその中でマサイさんはやってはった。そうですね。そうだね、友の時にベストを入るべしやったんですけどね、あほぼ能代高校に完封しそうやったんですけど、最後ちょっとインサイドがね、あの樋口君が1年生だったので、ヘロッとなって、相手のガードはもうね、そうですね、もうフラフラになってましたね。その時はあれですか、やっぱりマサイさんは OB としてベンチで育ってるんですか。あ、コーチで入りました。だってベースト8掛けで慶北とやった時に、慶北のベンチぐらいなんかクレームがついて、試合がね5分間中断したんですよ。え、なんで俺がベンチがおんのやって、登録してんのかって、なんか登録してますよって、慶北ベンチが
ごめんなさい。そうなんですか。で最後競ったんですけど、あの1年生の樋口君がね、はい、あのもう後半、はい、もう最後山の時に、はい、1年生のくせにダンクシュートバーンかましたら相手がふにゃーっとなって、高校1年生で樋口君インターハイですか。インターハイ、だもうインターハイってことは半年前は中学生ですよね。そうです。ダーンダンクして、いいですね。で次の日、はい、ベスト4がけで能代工業、はい、くっくり勝ってたんですけど、もうでうちの菅野君と上田君っていうガードが相手のガードをしこたま潰して、多分あの2人で50点ぐらい取ったんでしょうね。でそのセンターの1年生の樋口君もやっぱりちょっとバテたんでしょうね。あその差だけやったんですけどね。やっぱりマサイさんが出なくなったね。そうですね。いろいろ着替えて出なくなった。でもね、能代もね、強いチーム。強かったの、だって当時全盛やろ、能代。当時のガードは、その田臥君が憧れた半田君。半田選手、はい、僕ももうよく存じた。でも、ともあの時勝ったって思ったやろ。そうですよね。途中まで。はい、あ、すごい、え、あの時とかいうこのなんか嫉妬するわめっちゃ嫉妬するわ。鳥取で夢見てたもんな。すごいな、面白いね。で、友さんの時に8入って、はい、で、野上先生の時に8入って、そうです、ね、もうその間丸っぽ空いてますよね、はい、この間野上先生と友さんの間8入った時代ってあるんですか。これないと思います。ないですよね、多分。んえ、ないですか。いや、ない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 と思います。田中則馬さんの時は入ってないですか。入ってない。北陸負けましたね、則馬さんの時は。則馬さんのインターハイはね、あの、一船に負けた。一船に負けた。あ、コーチインターハイは、コーチインターハイで一船に負けて、樋口先輩のウィンターは、山形南でしょ。2位になった。そうなん。で、それはいくつやいくどこで当たった。山形、そこがちょっと。でも、いやでも入ってないと思う。2位になった山形みなみに多分ね、6点差とかで負けました。ああ、そうなん。そこもチャンスやったかもしれない。全然引け取ってなかったよ。愛媛からとんでもないスーパースターが来たでしょ。あの人がやっぱ一試合もオチ君、いや、ね、オチ先輩もオチもそうやし、ただオチ先輩はやっぱ怪我、引退しようか、前十字とかをのがあったんですよね。だすごいプレーやったんですけど、そういう怪我が、そのオチ先輩が来てくれたことによって愛媛森松戦、森松さんが来たんね、愛媛は田中選手ね、はい、あの中学の時に洛西中学校っていうのが強かったし、日本行っちゃったんですけど、すごいな。でその代ってのはもうゴールデンエイジで、今の言うたら日本のバスケットの B リーグを作って支えた田臥勇太選手の代の方々が中学生、まあ、吉本入り先生、そうですね、吉本入り先生もその代に当たる、西落合中学校で全日出てっていう。でその時の日本一になった洛西中学校が唯一勝てなかった練習試合で、が松山西の松山西中学校で、田中乗ります先輩を止めれなかったんですよね。田中は乗りますと一緒にプレーしたけど、やっぱ一番シュートブロックしにくかった選手ですね。間合いの取り方がすごくて、で俺がもうブロック行こうかなったらフェーダーウェイしてっていう、あいつのシュートはすごかった。マサイさんのブロックなんてね、手の大きさ見ていただいたら分かりますけど塗り壁ですからね。塗り壁なんや、塗り壁出てきますからね、浦見先生、ね、多分岸慎一郎のシュートっていうのは一番ブロックしやすいよな。でもほんまに、だってノリマサ出てきた時はマサイさんもスーパーリーガー上がり間もなくっていう時じゃないですか。その方がブロックしにくい高校生って結構えげつないもんね。えげつなかった、あいつのシュートえげつな。そうですよね、だ間合いの取り方がね、もう一級品ですか。あいつしか僕は知らない。
うわ、トモさん、ちょっといろいろ話してる間に45分40秒やって、はいはい、もうちょっといろいろおかわりいるんちゃいますこれ。石原アシスタントコーチ、根並ヘッドコーチ、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ぜひお願いします。そうですね。で、最後になりましたけど、はい、ウィンターに向けてこう兵庫県を代表してですね、ちょっとその抱負なんかを、ね、聞かせていただけたらなと思うんですけど、一言お願いできますでしょうか。まあ当然、はい、兵庫県を代表するっていうその重責、ね、重責っていうのは当然背負わないといけないと思います。それはもう初めてではないので、背負うべきだと思います。それはそこから逃げられないと思いますし、そこから彼らの目標っていうのが歴史を変えると、うん、変えるその礎でもいいからなりたい、僕たちはベスト4を嘘でも目指してやるという覚悟がありますんで、うん、そうやって言われるとやっぱりヘッドコーチとしては負けられないと思いますし、ですね、はい、そこをまず一つ目標にしたいと思います。はい、それはもう私自身が自分を超えるっていうことだと思いますし、そこには今考えているバスケット以上のものを自分の中で見つけないといけないと思ってますんで、それを今のそうやって志の高い生徒たちと一緒に共有できることを。を楽しみながら前に前進していきたいなっていうのがいいですね、はい、ウィンターカップの目標です。なるほど。育英高校はだいたい60年の歴史がありますけれども、はい、創部以来、はい、で次の目標、創部60年で最高成績がベスト8ですね。そうです、はい、バスケットで競技はね、やっぱりこう入れた入れられたりが40分続くわけですから、なかなかその、まぐれで勝ったみたいなことはないので、上昇チームなんかがね、時代時代に現れてなかなか勝つ、そこを打ち破ってまずベスト4、その4つ稼働をぶち抜くっていうことがまず難しい競技の一つでもあると思うんですけれども、ヌラメヘッドコーチはどの辺に今回ウィンターカップは目標を持っていかれてる感じなんですか。やはりまずバスケットは例えばそれを言ったとて、じゃあみんなでこう輪になってやればいいというわけでもなくないと思ってるんです僕は、うん、やっぱりそうやって言ったであれば僕自身もそうです。ベスト4の監督に勝つということは、うん、やっぱ覚悟がいることですし、うん、その生徒も一人一人がベスト4の選手にまずなることが大事かなと思います。はい、そこまで技術審議体を揃えて初めてそのベスト4の第一シードっていうメンタル的にも、うん、俺らは日本一目指してるってやつをアップセットする一つの要素になると僕は踏んでるんで、うん、やはり当たり前のレベルを上げていく各個人がですね、うん、はい、そこに僕の最後のものが加わっていくことがすべきじゃないかなと。ということはベスト4。そうです。そうですね、はい、ありがとうございます。まずはベスト4やと思います。日本一っていうのはその先に見えてくるんですね。なるほど。まずはベスト4、はい、だからプレイヤーだけじゃダメですよね。ベンチ、はい、ベンチもちろん、まあ、で応援団も、はい、そのね、うん、全体としてベスト4に向かって、はい、ちゃんとなんていうんですかね、覚悟。そうですね、やはりそうなっていくっていうのはやっぱ異常性がないとダメだと思うんですよ。その、うん、まあ、普通じゃダメ。普通では普通ですから、普通っていうのは一番多いわけですから、うん、勝つって1個やし、うん、ベスト4なるのは4つやし、うん、そこにはなんかその 4つに上がる異常性が、うん、そのチームの個性やと思うので、うん、その個性のチームっていうのは一人一人のものが生み出すものやと思うので、その、はい、じゃあ、16の壁、8の壁、4の壁はね、うん、はい、1人が頑張ってもダメ、うん、1人が頑張ってもダメだと思います。だからチーム全体でちゃんと一人一人が意識しないと、はい、うん、打ち崩せない、うん、それぐらいでかい壁なんで。そうですね、一つ本当になんて言うんですかね、リバウンド取るのも特化せなあかんと思うし、うんうん、ディフェンスでゴール下を守るっていうこのものだけでも異常性がないといけないと思いますし、うんうん、はい、そのやはり先輩方が築き上げて
堅守速攻っていうのの異常性を、うん、そのより磨いて異常をやって思われるぐらい、うん、一人一人が磨いていけばそれは見えてくるような、うん、そういう自主性ですね、うん、ベストそのベスト8、4っていうのはそういうものだと僕は思います、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ石原さん、コーチ、一言。とりあえずね、あのプロセスを踏んで、はい、決勝まで行きましょう。決勝ですか。決勝まで、うん、決勝まで行くつもりでバスケットをやると次のステージが見えますので、はい、とりあえずあの決勝へ向けてやると、はい、なんか違うステージが、うん、見えてくるかも、はい、うん、ありがとうございます。今日は野波ヘッドコーチから、はい、石原アシスタントコーチ、長い時間今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またほんでよろしくお願いします。あのウィンター帰ってきてからも、いやいや、まあ、あのウィンターの対戦相手が決まった頃にね、はい、あ、そうやね、その辺もちょっと聞かせてもらえたらね、また話聞いたら面白いかなとは思いますけど、またでもさ忙しい時期に、いや忙しいのもそうなんだけど、なかなか難しいのはさ戦略的なことを話せなくなってくるじゃない、これはね、はいはい、だからこの辺がね難しいとこなんですけど、それでもやっぱりいろいろ今バスケに興味を持ってくれてるリスナーさんどんどん増えてきてるんで、はい、話せる限りのことをねぜひ懐開いて話していただいて、バスケファンをより増やすような ね、 そ う、 ですね、そういう僕らはそういうフィロソフィーというかね哲学でこのバスケトークラジオをやってるわけなんで、できるだけ聞けるところは聞き出してね、言えないところは全然、 Bリーグも始まったんで、そうですよ、今からですよバスケット、大いに盛り上げていきたいなと思うんで、これからもまたご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。石原アシスタントコーチ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日今日お送りしている場所はですね、新会長本通り南に下ってしばらくある地獄谷パラダイスっていうところで収録させていただいています。で本来ならですねバックグラウンドの音楽なんかかかってるんですけれども、それもちょっとすいませんとお願いしまして音楽止めていただいて収録に協力していただいております。皆さん地獄谷パラダイスぜひいらしていただけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日お送りしましたのは岸と野本松田です。行く行こう小波です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 See you next week. Bye bye. Bye bye.